こんばんは、かなごりチャンネルへようこそ。環境系 YouTuber のかなごりです。今日は、新宿駅に来ています。で、新宿にある焼肉ライクっていうお店に今から行こうと思います。で、そこに何があるかっていうと、ネクストミートっていう会社が出しているネクスト焼肉、植物性の、お肉、大豆ミートからできているお肉を焼肉で食べれるみたいなので、今から行きたいと思います。楽しみ。では、レッツグリかなごり。両方同時に押し、オッケー。あれ？サプライズ！うまっ。これかって、メニュー。ネクストミート。あー、これね。オッケー、オッケー。すごい。まず 50g ずつ頼もうかな。どんな量来るだろう。すごい、一人焼肉初めてこれで注文。はい、オッケー、来ました。左がカルビ。オッケー、ありがとうございます。左がカルビで、右がハラミ。やば、さけよし、じゃあ食べていこう。トレギサラダとスープ。すごい、これがカルビなんだ。やばい。めっちゃなんか内臓っぽいけどお肉っぽいね。あ、でもすぐ焦げ目つく。おお、すごい、めっちゃ肉っぽい。このままでいいかな。いやー、綺麗だよね。すごい、これはカルビ。楽しみ。いただきます。すっごい食べたかったから超嬉しい。超美味しい。超美味しい。これ本当大量に食べたい。でも大豆の風味はするね。もうやばい。サードを取る。次はハラミ。ハラミハラミハラミ。うーん、これがハラミ。すごい、プルプル。なんでこんな震えてんだろう、手が。いただきます。甘み超いい。超甘み超いい。でもなんでこんな脂っぽいの。すごくない。本当に、ね、まあ、想像っぽい。和菓子味噌。ニンニクいいね。これだ。やば。いや、ハラミうめえ。ハラミの方が好き。カルビは歯ごたえはあるし、だけどちょっと大豆感があるかもしれないけど、もちろんめっちゃ美味しい。ごちそうさまでした。はい、では大豆ミートのお肉を食べてきました。両方めちゃめちゃ美味しかった。うん、お肉を食べている感じだった。米くださいみたいな、米と一緒にブワーってなんか食べたいって思う。まあ、もともと私もお肉好きだから、なんかハラミの方がなんかお肉感が強い、なんかジューシーだし、なんか脂っこさがある。で、カルビの方はさっぱり系な、感じだった。だからもしお肉が、好きな人で大豆ミート食べたい人はハラミの方をおすすめします。すっごい嬉しいことに、普通の焼肉に比べてカロリーが低いし、脂質が半分、タンパク質が2倍、
だからもうめちゃめちゃ罪悪感なく、ちょっとカロリー気になるなとか、そういう人にもマジでおすすめする。筋肉鍛えてる人とかも植物性の良質なタンパク質を焼肉感覚で食べれるって、めちゃめちゃなんかいいことしかないなって思う。プラス環境にもいい。で、12月14日から全国店舗でその大豆ミートの植物肉が食べれるみたいなので、ぜひ行ってみてください。じゃあまた何か新しいお店があったら紹介します。また会いましょう。バイバーイ。